黒岳は、阿蘇九十国立公園の指定区域であり、大分県湯布市庄内町及び、武田市九十町にある九十連山の山。標高は1587メートル。九十三景の北東部にあり、大船山の北東側に位置する。前岳、天狗岩、高塚山などの峰からなる金城の火山で、最高地点は高塚山にある。 南側の竹田市などから見ると、仰向けになったおたふくの面のように見えることから、おたふく山とも呼ばれる。草原が多い九十三景の山々にあって、紅葉樹の原生林が広がる山であり、樹木が茂った山の様子が黒く見えることから、黒岳の名がある。また、遠くから見ると紅葉樹林が四季折々に黒色、または紫色に見えることから別名、黒山とも言われている。 宮間霧島をはじめとする高山植物が多く見られるほか、国の天然記念物である犬和シの生息地の南限とされている。山陸の男池遊水群は名水百選にも選ばれており、その周辺には姫ボタルやミスジチョウ等の貴重な昆虫類が生息している。また、国内で数少ない純粋な天然炭酸泉である白水光泉が噴出している。 黒岳は21世紀に残したい日本の自然百選及び大分百景並びに大分百山に選定されている。黒岳山域に広がる森林で黒岳水源の森として水源の森百選に指定されている。すべてが紅葉樹林の自然林に包まれ大分川の源流の一つである。水源林に降り注ぐ香水のほとんどが地下水となり、 下流域の水道水や灌漑に利用されている。古来から人の手が入らなかった山は、九州随一の原生林として保全されている。ありがとうございます。